野崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで今日の動画ですね、西武松井監督休養という動画でございます。SNS なんかですね、里崎動画まだ出さないのかって言ったね、ご意見ありますけども、里崎はもう今現在疲労困憊でございます。金曜日に徳島に帰って、土曜日昼間徳島で公演をして、でそのまま夕方東京に飛行機で帰ってきて、家に帰らずで直接長野に行って、で日曜日長野で野球教室をして、そしてそのまま東京に帰って夜帰ってきて、そのまま千葉に入って、で今日は月曜日朝から、月一のベイエフムアウェイク、5時から起きて、6時から生放送、はい、9時に終わって今現在家に帰ってきたばっかりです、はい、もう疲労困憊でございます、これから交流戦が明日から始まるということで交流戦の、イベントに、向かいたいと思いますけども、その前にこの松井監督の休養を取り上げたいと思います。この後総チェックも取りますのでね、皆さんぜひ見てください。もう皆さんがもう見てくれると元気が出ます。あ、ちなみに明日の朝早朝、ドジャースのアベマメジャー解説参加します。3時半入りです。超ハードワーク、仕方ない、自分で決めてる。さあ、ということでね、これ日刊スポーツにも、はい、出てます。松井稼頭央監督ね、再開衝撃の交代ね、休養ということで、渡辺 GM が代行兼任というね、ところで記事が出てますけども、これね、佐々木いつも言ってますけどもね、ユニフォーム着てるせい、ね、監督コーチだけが全部の責任を負うんかと。これは前の西村さんのオリックスの時もそうだったかもわかんないけども、フロントにも責任あるやろと。なんでいつもいつも監督コーチだけが首切られて責任取って、フロントの人たちは何の責任も取ってんのか取らないのかわからないぐらいの感じで、まあ、俺の記憶上あんまり責任を取って、なんか本社から来て本社に帰るとかいう人はいるけども、責任を取って辞任しますなんてあんまり聞いたこともないしね。そこがおかしいプロ野球っていうね。ところで、まあ、松井監督のね、コメントだと、まあ、結果の世界ですから期待に応えられなかったはもちろん申し訳ないですと、もちろんもっとやりたかったですというね、ところで、まあ、このね、休養というところですけども、プロ野球界の監督休養はもう更迭です。はい、首と一緒です。でも、まあ、ね、これもどこの世界でもあると思うけども、任期満了で退任とねした方がお互いすんなりいくやん。クビになりましたって聞こえ悪いじゃん。それだったらもうね、自分から辞めましたとかね、任期満了で終えましたっていうところがね、みんなが幸せになるっていうところで、まあ、この休養っていうシステムがあります。もちろん、監督の、給料は支払われますということで、過去にね、事例があったところで言うと、2020年西村さんから中島さんへ、そして18年梨田寛さんから平井氏、16年谷繁さんから森さんへ、15年森脇さんから福良さんへ、で14年井原さんから田辺さんへ、で12年岡田さんから森脇さんへっていうところで、ほぼほぼそんなに成績変わんないです。過去の事例で言うと、監督が途中給与で貯金作ったのは10年、こう近年で言うとね、10年の高田さんから小川さん。小川さんは、貯金を23作ってね、っていうところもあるし、あとコリンズから大石さん。ね、大石さんも貯金14作ったっていうね、ところもあるけども、基本的には監督がシーズン中に変わったところで、劇的にそんなに変わりませんっていうところもあるけども、まあ、今回で言うと、まあ、このね、交流戦の動画でも出しましたけども、交流戦とライオンズは、今現状、借金15でしょ。これ交流戦借金5で終わって借金20になったら、渡辺 GM は9月が勝負って言ってるけど、9月までに5割ぐらいでいないといけないってなると、7、8、貯金10とかでいかなきゃいけないからね。これめちゃくちゃ難しいからね。しかも9月始まった時に、じゃあ借金5までにしたところでもう貯金20ぐらい作んなかったらいけないから、その後貯金25しなきゃいけなかったら、9月10月で貯金12ずつ作らなきゃいけないから、せめてこの交流戦終わる時には借金10ぐらいでいって、7、8と貯金5で終わって、で9月から5割で勝負かけるっていうんだったら、ためのもうラストチャンスやね。ということで言うと、まあ、このね、休養、更迭からの、監督交代っていうのは、まあ、時期的には、今年にかける時期的には最適やと思う。ここでも決断しないと、もうその後だったらもう遅いからね。決断としては良かったと思うし、あとはこの監督代行をコーチとか二軍監督とか内部昇格じゃなくて、渡辺久信さんが代行するこの決断。
めちゃくちゃ素晴らしい。これは、まあ、渡辺 GM のね会見でも言ってましたけども、まあ、内部でね話し合った結果、もう渡辺 GM しかいないっていうところでね、この11年ぶりにユニフォームを着るね、プロ野球人生勝負をかけた、あの監督としての勝負をかけていきますっていうね、まさにその言葉通り、仮に、まあ、チームを作り上げてるのは GM だからね、いわば渡辺 GM だからね、これであのこのこっからの戦いで、ね、今貯金あ借金が15だけども、これがねさらに増えていく、これが30借金になるってなったら、もう共倒れだから、もう両方を辞任して、もう編成も現場も新しくフレッシュにやるっていうところでは、これ勝負だと思うよ。ところね、この後借金もし本当に15ぐらいに変わってからなったとしたら、そのままね GM 職として居続けるっていうのはちょっとそれはどうなんやっていうところは、外部とね俺の客観的な意見だったら思うから、ユニフォーム組とねフロント組が一蓮托生で勝負して、結果が出なかったら両方やめるっていうのが俺は自然な形だと思うからね。そう考えると両方で勝負していくからね、1年間一つのね、一つの矢では松井和夫さんが借金15になった、でもう一つの矢であの渡辺佐野さんが来て、これでもし借金が15になったら、それはもう両方で新しいっていうところでね、やっていかなきゃいけないんじゃないのかっていうところでね、自分のケツは自分で拭くっていうねところで、渡辺佐野さんがこの監督代行になるのはめちゃくちゃ違反だったと思うし、俺はそうあるべきやと思う。逆にだから他のチームも監督休養するんだったら、もう GM が監督すればいいねって、自分で作り上げたチームなんだからね、でそれでダメなんだったら2人とも、ね、その職を辞してね、新しい人にやってもらうっていうのが俺は筋が通ってるし、非常に分かりやすくいい決断だったんじゃないのかなと、正直思いますね。でまああの前の動画とかね、あと石橋貴明さんのゲートセブンなんかでも話したけども、よく俺が言うけどね、西武 FA なかった最強説っていうところもあるけども、だからね、あとまあ西武 FA なかった最強説もう一つとね、このまあじゃあオリックスだって FA してね、 FA じゃないけど、で球界を代表する山本由伸抜けたね、吉田抜けたって言ってもね、いけんじゃんっていう声もあるけども、西武のね一番、まあ、ダメっていうかきついところはね、 FA した選手が同一リーグに移籍するっていうのがきついよ。だって浅村だって楽天だし、で涌井だって最初ロッテ楽天だし、で森だってオリックスで、山川だって、ホークスっていうね、で岸だって楽天じゃん、まあ住谷がね、巨人に行ったっていうところはあるけどもね、他のチームっていうのは、大体パリーグから言うと、FA したらセリーグ行ったりとか、FA してメジャー行ったりとかっていうところで、同一リーグに留まんないのよ。だから西武は自分たちの戦力を減らして、同一リーグの相手チームの戦力を上げてるっていうところも、西武が落ちていくところでもあるわけよ。そういったところも、ね、この FA の人が抜ける、プラスアルファきついところでもあるよね。で、あとね、西武のチーム編成上で言うと、まあもちろんね、FA で抜けていくっていうのがきついんだけど、今の戦力でももうめちゃくちゃきついわけよ。だからまあ最近ね、あの、騎士とかね、いい感じで当たってきたっていうところもあるし、まあ外崎もね、ちょっとずつ状態がね、上向いてきてるっていうところはあるけども、大体このプロ野球の組織の年齢構成で言うと、やっぱりね、25から30歳、ここのね、ゴールデンエイジと俺は思うのよ。この25から30歳が、どこまでチームの中心選手で引っ張っていって、それを球界を代表するくらいまでだっていいけども、それを引っ張れるかどうか、レギュラーとしてね、この格があるかどうかっていうところが重要な中で、西武でいうと安路今年ね、2024年満年齢として考えた時に、25から30歳で考えると、そこで絶対的なレギュラーって誰もいないんだよ。25から上から高松ブランド、本山は、渡辺、児玉、平沼、佐藤、流星で、山野辺、岸、若林、鈴木翔平、西川、高木だからね、そう誰もいないでよ。で結局その30歳オーバーのまだ、ね、41歳の中村拓也とか41歳の栗山で、34歳金子ね、まあ、今年頑張ってるけどもね、であとは、33歳陽川で、32歳殿崎、31歳源太っていう、ここのもうここからもうベテランばっかりに頼って、これ一番頑張らなきゃいけない25から30歳までがもう誰もレギュラーとして確立されてきてない。で若手の中で誰が出てきてるかっていうと、まあ、あの今年24歳昼間ね、今状態池が上がってきた、で新人はルーキー村田レオン1人しか取ってない23歳、でも怪我しちゃったっていうね、でキャッチャーでも25歳の古賀で、まあ、あの外崎ね取ったけどベテランっていう中で、やっぱこの25から30歳までがカチッとハマってないところが、やっぱりね今の底上げできてないその打撃の弱さっていうところがあると思うんだよね。逆に、投手陣で言うと25歳から30歳で言えばね、
ね、25歳が平隅田で、26歳に今井、水上ね、27歳高橋光也、あ、じゃあ高橋光南で、某高橋で、28歳松本で、29歳が与田で、30歳田村で、ベテラン岡に30歳オーバーで本田平井ね、増田とかで、若いところで言うと20歳マメタ、肌ね、で24歳のところに渡辺青山ね、佐藤っていうのが出てくるから、やっぱピッチャー陣はやっぱり25歳から30歳にゴワッと固まってるじゃん。だからいいんだよね。だ野手陣のね、この年齢分布だから、今まで取って見越して取ってるところがやっぱり成長しきれてないところがきついよね、この25歳から30歳だから。30歳オーバーに頼らなきゃいけないけども、もうそこはちょっとね、調子悪くなったりとか、もうピーク過ぎた選手になって、またそこにおんぶに抱っこだったらきついから、この年齢構成がねきついんちゃうかと。だから最近ね、じゃあ今年日本ハムね、今2位で状態いいけども、この分布でどうかっていうと、25歳オーバーだと、試合かね、試合かの選手だと清宮で、郡司、上川端、福田、今川、浅間で、アリエル・マルティネスとかね、で30歳石井勘座で、加藤豪介で、31歳が松本で、それでちょっと若くなって24歳のところにね、水野、奈良間、万波、ね、野村っていうところがあって、23、あとタミヤね、でベテラン枠に伏見とか長嶋拓也とかいるけども、やっぱここが頑張ってるよね今ね。だからそこがいい形っていうところもあるし、まあ阪神なんかでも里輝が25歳で、小野寺で、中野、渡辺亮で、30歳大山、木浪、近本ねって言ったところが、で坂本が31歳、梅野33歳で、糸原33歳の原口33歳で、森下が24歳で、井上が、23歳で、小畑が24歳っていうところで、で前川右京21歳ね。やっぱ年齢分布図いいじゃんね。でオリックスで言っても25歳オーバーだと野口とかね、茶野、渡辺、セデーノ、広岡、中川、宗、佐野、トング、ね、若月で、森友哉、まあ移籍してきたけどね。で30歳オーバーだと、まあ、大城、山足、福田ね、杉本、西野っていったところがねカバーしながら、若手では22歳のね紅林、で23歳の太田亮で、22歳、北ね、で24歳の義母とかね、やっぱ年齢がねいい感じじゃんね。でまあ、あの西川がね入ってきたっていうのもあるけども、でカープね、今セリフで調子いいけども、カープで考えると26歳のところに坂倉とかね、でその後28歳のところに末兼で、31歳野間かで、上の方に、相沢とか上本、菊池、秋山ね、松山とかいるけども、その24歳のところにね、小園、葉月、林ね、最近二股ね、22歳、いい感じだし、21歳のところには田村もいるしね、矢野が26歳っていうね、ところでは、まあ、そういったね、25から30まで結構いい感じで油取って頑張ってるじゃん。だからやっぱりね、西武もやっぱそこを強化していかないといけないよね。ピッチャーはうまくできてるからね。そういったところのやっぱ編成もちょっとね、FA 抜けるっていうところもあるけども、下支えがね、この25歳から30歳までが頑張りたいっていうところも、打線のきつさでもあってね、30歳オーバーに頼らざるを得ないところがね、ちょっと苦しい展開だけども、まあ、ここからね、渡辺 GM になってどうなっていくか、まあ、松井監督のこの休養っていうのは、まあ、状況的には仕方ないし、この交流戦前がラストチャンスだったし、まあ、とっくの昔にね、あの松井監督に言われたのはその日かも分かんないけども、内部ではもうとっくの昔に決まってて、あのもう交流戦始まる前にっていうね、ところではまあ仕方ない、まあ最後のね、先ほども説明したけど、最後の今年にかけるんだったらね、チャンスかなと。でまあ一連卓勝でね、松井監督と渡辺 GM がねやって、これでまた同じような結果になるんだったら、まあ新しい組織にね切り替えていかなきゃいけないんじゃないのかなと、その時は思います。ということで、松井監督休養に対する話でした。佐々木の解説でした。皆さんどう思いますか？コメント欄までお待ちしてます。